マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエット中は一体何を食べていいのか困っていませんか？そこで今回の動画ではダイエット中におすすめの食材と簡単なレシピをお伝えしていきます。もしあなたが美味しく食べながら健康的で綺麗に一日も早く痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。痩せるオールブランと簡単レシピお話します。話の流れはこちらです。1つ目、なぜオールブランで痩せることができるのでしょうか、そのポイントと、2つ目、簡単美味しいオールブランのレシピをご紹介していきます。では1つ目の項目です。なぜオールブランを食べると痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイント3つあります。1つ目はあなたの腸内環境が整うからなんですね。もうとにかくですね、お腹の大掃除をすることができます。やはり悪いもの、老廃物や食べ物の古いカスがいつまでもね腸に残っていると、もうそれは太ります。代謝も落ちますし、余計な、有害物質が体中を巡るわけですから、どんどん細胞が劣化してしまって太ってしまう、イコール代謝が落ちてしまうってことになるんですよね。でしかも腸内環境を司っているその腸内細菌たちの種類も大事ですね。デブ菌と呼ばれる悪玉菌がいっぱいいる方っていうのは、やっぱりいつまでたっても根本的に痩せることはできません。逆に痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの種類が多くて元気で、いつまでもあなたのお腹の中でここ気持ちいいって暮らしてくれたら、あなたは根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。その時に一役買ってくれるのがこのオールブランということになるんですね。また後ほど詳しくお伝えしていきます。痩せるポイント2つ目はこのオールブランが低 GI 食品だからです。これもとっても大事ですよね。この逆、高い高 GI 食品というのは何かというと、血糖値が急上昇してしまう食べ物です。でこのオールブランは逆に下げるっていうね、この下げてくれることで結局脂肪を溜め込みにくくしてくれる作用があるわけですから、これを味方につけると同じように食べていても高く上がってしまうものと低くしてくれるもの、そこで全然脂肪を溜め込む量が変わってきますよってことになります。3つ目、満腹感を得ることができるのがこのオールブランになります。これも大事ですよね。結局、食べても食べても満腹感を得ることができないものであれば、結局どうなるか、食べ過ぎてしまうわけですよね。なのでこれは痩せる食材だと思っていても、量が同行していればもちろん太ります。そこでしっかりとこのオールブラン召し上がることで満腹感をすぐに得ることができますね。そうすると食べ過ぎなくてもよくなる、必要以上にカロリーを取る必要がない、結果脂肪をため込みにくくしてくれますよっていう、そのいい流れをこのオールブランで作ることができるんです。では2つ目の項目です。もう簡単にできるこの痩せるオールブランを使ったレシピご紹介していきますね。その前にこのオールブランって一体何っていうことで、ちょっとね痩せ効果さらに詳しくお伝えしていきたいと思います。オールブランというのは小麦粉まで作ったシリアルのことです。小麦の外皮、外側の皮で作ったものということで栄養価が高いですね。そしてその分食物繊維がとっても豊富です。なのでお腹すっきりデトックス、いらないものをさよならすることができるわけです。結果代謝が上がりますよってお話でしたよね。そしてね、タンパク質も取れるんですよ。これ大事、痩せるためにはタンパク質必ず必要になります。タンパク質がないとそもそも体を作れませんよね。いろんなホルモンの材料もそうです。しっかりとこのオールブランを食べることで食物繊維も取れちゃう、タンパク質も取れちゃう、これはねいいことづくめになるわけですね。そして低 GI 食品であったり満腹感も得ることができますっていうのは先ほどお伝えした通りです。で私は普段ですね、どのようなオールブラン使っているかと言いますと、こちらです。気に入ってるんです。オーガニックのブランチップスということで、有機ブランチップスになるんですね。よくあのスーパーで見かけるオールブランって書いてあるのはですね、裏の原材料を見ると、もう残念ながら添加物が入ってるんですよね。もうこのオールブランだけでいいのに、余計なお砂糖とか食塩とか香料とか、いろんなその着色してあるドライフルーツとかね、もうそういったのが余計に入ってるか、私は買わないんです。ああいったものをね、痩せると思って食べてしまったって逆効果ですよ、太ります。ですからおすすめはこういったもう完全無添加の、しかも有機栽培の
JAS ジャスマーク認定の商品を購入してください。でこちら私が使っているのはフランスのですね、株式会社エルサンクジャポンさんから出ている有機ブランチップスで、原材料名が1個だけ、有機の小麦外皮でできているんですね。でこちら本当ね、手軽に食べれますし、まあ、このままねサラダとかにこう振りかけてポリポリってこうチップス代わりみたいな感覚でポリポリ食べるのも美味しいですし、またこの後私がハマっている美味しいダイエットレシピご紹介しますが、ぜひねそちらも作ってみてくださいね。ではここから私がおすすめの簡単レシピ、材料と作り方、注意点についてお伝えしていきます。まず私がハマっているレシピとはこちらです。オールブランのヨーグルトになります。材料1人分です。オールブラン 40g、 プレーンヨーグルト 70g、 蜂蜜大さじ1、あとお好みでフルーツ、まあ、できればあのベリー系が糖質が少ないからおすすめです。私も冷凍のベリーミックスをよくね使っています。まあ、これは好みで、ちょっとね味変えたいなとかビタミン C 欲しいなって時はちょい足しでいいと思います。で先ほど私がこのおすすめしたフランスのブランチップス有機栽培のは1袋で 200g 入ってるんですね。なので40だから5、4、20、5回分、5食分はこの1袋で足ります。で大体いくらだったかな、300円ちょっとぐらいで買えますから、そんなにね高いものでもないし、 もちろんこの有機栽培ということでね、小麦の外皮のみでできている安心安全のものですから、ぜひねポリポリっとした感覚で食べてもいいですし、今からお伝えするレシピでこうしっとりした、ね、状態でもいいと思います。でこの材料をまずご準備ください。でここから作り方です。1つ目、保存容器にこの全ての材料を入れます。あ、フルーツは逆あの置いといてですね、この3つ、オールブランとヨーグルトと蜂蜜、でこれも全部あの無添加の有機栽培のいいものを使ってくださいね。そしてよく混ぜます。でそのまま一晩で寝かすんです、冷蔵庫で。で翌日は、私はですね冷たいままが嫌なのでちょっと軽くね温めます。もしくは常温に戻したりしてね。でそこにあのフルーツ、まあ、この場合はじゃあベリー系を使う時もありますし、ちょっと軽くね有機栽培のドライフルーツをこうまぶしたりします。もうめちゃくちゃ美味しいです。でこちらもあのしっとりしたタイプだとかで一晩置いてもいいですし、ポリポリとした食感がお好きな方っていうのも普通にヨーグルトかけてね召し上がっても全然 OK です。でこういった形でお好みのフルーツを加えたら完成ということで、冷たいまま召し上がるっていうよりも常温とかちょっとホットシリアルでね温めたものを召し上がってください。でここに温めた豆乳とかをちょっと入れてもね美味しかったですよ。おすすめです。さあいかがだったでしょうか。今回の動画まとめは、痩せるおすすめの食材ということで、有機栽培のオールブランですね、オールブランのチップスをご紹介しました。もしねお近くになかなか手に入らないという方、私もそうなんですがネットで購入しましたので、ご参考にされてみてくださいね。そしてたとえですね痩せる食材といえども、食べ過ぎは NG ですからね、食べ過ぎにはご注意くださいね。はい、それではこの動画の内容は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントもいただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。